まずフォアハンドを鍛えるドリルを紹介しましょう。はじめはコースを決めて前陣でフォアハンドドライブするドリルです。コースが決まっているとはいえ、足を動かさないで打球しようとするとミスの原因につながります。細かく足を動かして微調整し、ボールとの距離感やタイミングを測りながら速い打球点を捉えましょう。次はコースを決めて中陣からフォアハンドドライブするドリルです。前陣の時よりも下半身を使った半径の大きなスイングで威力のあるボールを打つようにしましょう。続いて後陣から連続でフォアハンドドライブするドリルです。中陣からボールを打つ時よりもさらに下半身を使った大きなスイングで威力のあるボールを打ちましょう。ここからはバックハンドを鍛えるドリルを紹介しましょう。まずコースを決めて前陣でバックハンドドライブするドリルです。前陣からのバックハンドドライブはこれからの卓球を勝ち抜く上で必ず身につけなければならないテクニックです。松平選手の肘と手首を中心にしたスイングやラケット角度などを参考にしましょう。次に紹介するのは中陣からバックハンドドライブするドリルです。世界で勝つためには台から離れてもバックハンドで攻撃できるテクニックが求められます。前陣の時よりも肩を入れた大きなスイングでラケットを力強く振り抜いている松平選手のバックハンドを参考にしましょう。両ハンドドライブをいろいろな位置から自在に打てるとさまざまな戦い方ができるようになります。現代卓球を勝ち抜くにはフォアとバック両ハンドの精度や威力を磨くことが欠かせません。ここまで紹介してきたドリルを参考に両ハンドドライブの威力や精度を高め、戦い方の幅が広い選手を目指しましょう。ここからは下回転のボールに対するドリルを紹介しましょう。はじめにコースを決めて下回転をフォアハンドドライブで打ち返す打球練習です。このドリルでは下回転に対するフォアハンドドライブの基本を身につけましょう。下回転を打つときもできるだけ速い打球点でボールを捉えることが重要です。一方、送球者はバウンド直後のボールの底を擦ると下回転がかけやすくなります。続いてフォア側1本、バック側1本の順に送られてくる下回転のボールをフォアハンドドライブする打球練習です。この練習で下回転に対して
フォアハンドドライブする時の足の運び方や身のこなしも身につけましょう。さらに、いつも同じポイントで打球できるように、小刻みに足を動かして、ボールに近づいているところを参考にしてください。そうして、飛んでくるボールとの距離やタイミングを測ることが、このテクニックの安定性を高くするための秘訣です。次に紹介するドリルは、下回転に対してバックハンドドライブする打球練習です。下回転に対してバックハンドドライブするときは、力強くスイングしないとネットミスが多くなります。力強くスイングするためには、肩を前に出すようにして体をひねり、しっかりバックスイングしている点が参考になるでしょう。また、このドリルでは、送球者は時折、短く浮かした下回転のボールを混ぜるようにしましょう。そうすることによって、台上の甘いボールをバックハンドドライブで攻めるための技術力や判断力を磨くことができます。台上のボールをバックハンドドライブするときは、軸足を踏み込み、水平方向にラケットを振り抜きましょう。フォアハンドとバックハンドの威力や精度を磨くことは大切ですが、それだけでは不十分です。現代卓球を勝ち抜くには、両ハンドのスムーズな切り替えが求められます。小さい頃からそのフォアハンドとバックハンドの得意不得意っていうのを初めからなくしていれば、もう選手自体は試合中に、あ、ここでもやっぱり安定してフォアで回らないといけないとか、そういう感覚がなくなってると思います。はい、薄れてるどころかもうなくなってると思う。バックハンドで決めれるというふうに。ですから指導するときに、フォアハンドでできることはバックハンドでもできるというふうな指導を常にやってもらいたいと思います。バックハンドでできないのはロビング打ちだけです。あとはフォアハンドでできてバックハンドでできない技術というのはないというふうに認識をして、そういう指導をしてもらいたいし、そういう指導を受けた選手というのは試合中にここをフォアで打とうかバックで打とうかという、そのどちら安定したプレーを望む悩みっていうのはなくなると思います。戦術的にここはバックハンドで打った方がいい、ここはフォアハンドで打った方がいいっていうのはあるかもしれませんけど、悩みながら無理やりフォアハンドで回るっていうのはなくなるというふうに思います。それでは両ハンドの切り替えを鍛えるドリルを紹介します。まず打球練習で両ハンドを切り替えるコツをつかむことから始めましょう。フォアハンドを打つときは上体をしっかりひねり、バックハンドを打つときは体のほぼ正面で打球することが基本です。打球した後のラケット位置を次の動作に移る基本姿勢にして、両ハンドを素早く切り替えましょう。ここからは、フォア側2本、バック側2本の順に送られてくるボールに対して、両ハンドを切り替えるドリルです。
すべてのボールに対して安定して速い打球点を捉えることができるようにしましょう。続いて、バック、ミドル、バック、フォアの順に送られてくるボールに対して両ハンドで切り替えるドリルです。このドリルでは体に近いボールに対応する場合と体から遠いボールに対応する場合の2つの切り替えを同時に鍛えることができます。体のバランスが崩れないように注意して速い打球点を捉えましょう。次はミドル、両サイドフリー、ミドルの順に両ハンドを切り替えるドリルです。このドリルは実用的な両ハンドの切り替えを磨くために必ず取り入れてほしい練習です。現代卓球ではミドルを狙われることは避けて通れません。そしてミドルに来たボールをフォアとバックのどちらで対応するべきか迷うことも数多くあります。このドリルではミドルを突かれた時の対応力を磨くことができます。ミドルに来たボールは打球点を選べるフォアハンドで対応することが世界基準です。最後に紹介する両ハンドの切り替えを高めるためのドリルは、コート前面にランダムに送られてくるボールに対して両ハンドで対応します。相手のラケット角度を見て素早く打球コースを予測することが両ハンドをスムーズに切り替えるコツです。また松平選手のスタンスに注目してください。左右の足が平行に近いスタンスで両ハンドを切り替えています。そしてフォアハンドを打つときは決して手打ちにならず腰を使ってスイングしているところも参考にしてください。このように平行に近いスタンスを保つことによってフォアハンドは速い打球点を捉えやすく、またいつでもバックハンドを打つことができるのです。両ハンドのスムーズな切り替えを身につけるために平行に近いスタンスを心がけましょう。